防衛省は、秋田県と山口県に配備予定だったイージスアショアの導入を中止し、代替案として海上で運用するイージスシステム搭載艦を建造することを決定した。今回は、このイージスシステム搭載艦について一緒に見ていきましょう。令和戦艦ヤマトと言われているイージスシステム搭載艦建造計画人手不足の中、画期的なイージスシステム搭載艦が建造できればいいですが、300人体制なら、ちょっとね、100人体制のもが味方のようなイージスシステム搭載艦が理想ですね。防衛省は、陸上配備型迎撃ミサイルシステム、イージスアショアに代わるイージスシステム搭載艦を、2027年度末に1隻就役させ、28年度末に、もう1隻を就役させることを正式に発表した。この計画で、両艦には、AN/SPY-7 レーダーとイージスシステム、弾道ミサイル対応ミサイル SM-3 と SM-6 を搭載する予定だ。しかも、艦隊を大型化し、200セル以上の垂直発射装置 VLS を備え付け、護衛艦や追戦ヘリコプターで警戒する計画である。最新鋭のイージスシステム搭載艦の争点は、住民の反対、艦のサイズと運用費、乗員数と居住性などに集中しており、自衛隊関係者からは、早くも、令和の戦艦ヤマト、無用の長物との声が上がっているくらいだ。日本政府も迷走している中、5年以内に、防衛力を抜本的に強化するために、極めて重要な取り組みになると、当時の浜田誠一防衛省が、最新鋭イージスシステム搭載艦の建造計画を打ち立てたのは、2022年9月1日のことであった。もともと、イージス艦の運用は、弾道ミサイルや敵戦闘機の探知、撃墜、海上や陸上の目標攻撃など、陸海空の戦闘力を併せ持つことから、現代戦におけるゲームチェンジャーとも呼ばれている。その導入費用が5000億円を超えることも仕方のないことなのだ。新型イージス艦のスペックは、全長210メートル、幅40メートル、基準排水量約2万トンとされている。これと比較して、既存の海自イージス艦、マヤ型でも8200トン、中国がアジア最大と豪語する055型で 1.3 万トン、コストが膨らんで3隻しか建造できなかったアメリカのズムボルト級ミサイル駆逐艦ですら 1.5 万トンほどであるため、その規格外のサイズには驚きを隠せない。さらに、新型イージス艦は、海上自衛隊最大のヘリ護衛艦、いずもの排水量を 19,550 トンでさえも上回っている。また、乗組員110名で運用し、居室については、個室を基本としている。大型化することにより、洋上の揺れを軽減し、長期間にわたって迎撃態勢を取れるようにする狙いがあるとはいえ、巨大すぎる船体に圧倒される。かつて、太平洋戦争で、旧日本帝国海軍の威信をかけたちょうど旧戦艦、ヤマトの全長 263M には及ばないものの、艦幅 38.9M はギリギリ上回っており、今回は、あの時のように単なるデクノボーでないことを期待する。新型イージス艦には、イージスアショアのレーダーとして、防衛省が購入契約を結んでいたロッキード・マーチン社製のスパイ7が搭載されることになったが、本来これは地上用であるため、艦艇に搭載するには大きすぎる。それでも無理やりに積み込もうとしたために、規格外のサイズになったという経緯がある。導入検討のプロセスでは、安定性を重視するとして、複数の船体で上部構造を支える船を意味する、巨大で奇抜な多動船案が浮上したほどだ。また、多様化を求める海自の意向も汲み取り、新型イージス艦の巨大化に拍車をかけたと言ってよいだろう。迎撃の対象となる中距離ミサイルは、北朝鮮や中国の弾道ミサイルや巡航ミサイル、長距離音速滑空ミサイルなどにも対応可能だ。その全てに対応するため、イージス艦本来の任務としての艦隊防空任務に加え、敵からの弾道ミサイルを撃ち落とすスタンダードミサイル SM-3、巡航ミサイルなどを落とすことを目的とした長距離艦対空迎撃ミサイル SM-6、さらには、
敵地への反撃能力としてミサイル基地などを破壊するための改良型人に意識地対艦誘導弾の開発及び実装についても計画されている。令和のヤマトと揶揄される新型イージス艦であるが、本家のヤマトは1937年に寄港され、当時世界最大の46センチ主砲3基 ×9 門を備える世界有数の巨艦として、太平洋戦争開戦直後の1941年に就役していた。しかし、真珠湾を航空兵力で当初から攻撃したことでわかるように、時代の主役は航空母艦と艦載機によって制海権を確保するといった航空母兵となっていたため、圧倒的なアウトレンジから砲弾を撃ち込む能力を持つヤマトであったが、海上戦の機会に恵まれないまま、1945年に航空機支援なしの水上特攻を強いられ、鹿児島県坊の岬沖で沈没してしまった。実際に、ヤマトは、その冗長性を生かして導入された最新の冷房施設や冷蔵庫、ラムネ製造機などが、他艦乗組員の水淹の敵になる一方で、一般の水兵からは出撃できないヤマトホテル無用の長物と揶揄されることが多かった。それでは現代の巨大イージス艦に話を戻すと、激変する安全保障環境に対応するため様々な装備を搭載しようという気とは一見すると確かに合理的である。しかしそれが故に新型イージス艦はずんぐりとした歪んだ巨艦となってしまった。海自既存のイージス艦8隻や他の水上艦が30ノット時速 55.6 キロであるのに対して、新型イージス艦は巨艦であるために18ノット時速 33.34 キロしか出せず、これでは鈍重すぎて敵潜水艦から守るために護衛なしの単艦行動は極めて厳しい。また1隻を常時海上で運用するのに補給、休養、メンテナンスのローテを鑑みて、最低3隻が必要となる。つまり、海自構想のように、2隻を日本海に常駐させるためには、最低でも、6隻の建造が絶対条件となるわけだ。どんなに AI や IT 技術を駆使して、1艦110名体制で運用が可能だとしても、全体の任務を遂行するには、ローテーション上、最低500名以上の乗員が必要となることも否めないだろう。ただでさえ、海自は、乗組員の充足率低下に悩まされていて、さらに専門スキルが要求されるイージス艦乗員の養成、確保となると、生優しいものではないでしょう。新艦建造にあたり、海自は、乗組員の居室をすべて個室にして、居住性の向上を図れるとアピールするが、その発想は本質から、ずれていると感じないのだろうか。このままでは、鳴り物入りで導入される新型イージス艦についても、令和のヤマトとして、無用の長物になり下がるリスクは非常に高い。昨年の8月17日に読売新聞が報じたところによると、現在、その建造が計画されているイージスシステム搭載艦について、政府は、これに人に意識地対艦誘導弾を回収して新たに開発される国産の長射程巡航ミサイルや巡航ミサイルなどに対処する迎撃ミサイル SM6 を装備する方向であることが明らかにされた。現在、北朝鮮による突発的な弾道ミサイルの発射を警戒するため、令和のヤマト型イージス艦が日本海に常時展開する体制が敷かれているが、中国の海洋進出にも対応しなければならない海自にとって、これは非常に大きな負担となる。その負担を軽減するためにも配備が計画されたのがイージス・アショアであった。これは弾道ミサイルへの対応をイージス・アショアに一任して、本来のイージス艦は中国への対応に専念させようという構想である。しかし、そのイージス・アショアの配備が中止されてしまったがゆえに、大対策が必要となった。すでにイージスアショア用で購入していたレーダーのスパイ7やミサイルを発射する垂直発射装置 VLS などの構成品を船に搭載し、長期間海上に留まりながら常時弾道ミサイルの発射を警戒しつつ、必要に応じてこれを迎撃する装備として建造が決定されたのがイージスシステム搭載艦というわけだ。
今後も新型イージス艦の動向をしっかりと見ていくとしよう。2022年12月に現在の日本の岸田政権は安保関連3文書、今回よりその名称は国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画と改められたが、これを閣議で決定し、大幅な防衛力の増強を行う方針を明確なものとした。これは従来までは防衛計画の大綱と呼称されていた文書が国家防衛戦略に、中期防衛力整備計画と呼称されていた文書が防衛力整備計画に置き換わったもので、各々の文書の位置づけは従来とほぼ同様である。これら安保関連3文書の中で最も下位に位置する防衛力整備計画はおよそ10年ほどをその対象期間と考えられており、必要な防衛装備品目や数量等を具体的に定めたものと見さされ、その記載には今回も注目が集まっていた。今回の安保関連3文書をめぐっては、反撃能力の保有と、それを実現するスタンドオフミサイルの開発と配備が大きく打ち出されたことで、政治的には賛成派と反対派が鮮明に分かれるなど、ある意味予想された動きを見せている。そして、反撃能力やスタンドオフミサイルといえば、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や、当初防衛用の高速滑空弾などが注目されているが、当然、それらを兵装として搭載する艦艇の存在も重要となる。今回明らかになったのは、海上自衛隊の艦艇として、既存のイージス護衛艦が、8隻から10隻へと増強されることと、イージスシステム搭載艦を2隻新造するということの2点で、合計で、これらは、4隻の増加が施行されている。既存のイージス護衛艦とは、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに、日本で建造された艦艇で、混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻の合計8隻が、就役中の護衛艦のことを指している。今回の増加分のイージス護衛艦の2隻が、現行では、最新型のマヤ型を追加で建造するのか、はたまた、別の新種の艦艇となるのかは、現時点では不明だが、いずれにせよ、2隻の新造が行われることは、確定した形である。そして、イージスシステム搭載艦とは、2020年に、配備が断念された、陸上配備型のイージスアショアの代替策とされる艦艇で、日本における、ミサイル防衛システムを将来的に担い得る存在として位置づけられている。そもそも、日本のミサイル防衛システムは、イージス護衛艦が、その搭載する VLS、垂直発射艦から、運用する SM-3 ミサイルを迎撃弾として発射することが想定されており、主として、北朝鮮のミサイルの脅威への対抗策だった。そのために、現状海上自衛隊では、常時日本列島をカバーできる位置に、2隻のイージス護衛艦を配置して、いざという場合に、北朝鮮のミサイルを迎撃する体制を構築し、それをもって、日本のミサイル防衛とすることを実現している状態である。しかし、近年は、経済的な発展を背景にして、急速に、軍事力の増強を推し進めてきた中国が、南シナ海や東シナ海を勢力下に収めようとする動きが活発化し、日本も南西諸島方面への防衛力の強化が急務となってきている。そのような状況下では、貴重なイージス艦のうち2隻を常にミサイル防衛のために拘束して運用する体制は厳しいとの判断が下され、その任務を肩代わりする存在として、陸上配備型のイージスアショア導入を目指した。イージス護衛艦と異なり、陸上に配備させるイージスアショアは、日本の南北に1カ所ずつ設置することで、365日24時間の運用が可能と想定され、ミサイル防衛という、
観点からは、非常に理想的な装備だと考えられた。しかし、イージス・アショアは、発射後に、ミサイル本体から切り離すブースター部分の落下位置の制御が、現状では困難であり、修正には、ソフトウェアの改修と、多額の費用が想定されたため、あえなく、配備中止の浮き目となった。ただし、日本は、すでに、イージス・アショア用のアメリカのロッキード・マーチン社製のスパイ、7レーダーを発注済みであったことから、これをキャンセルするには、多額の違約金が必要という事情もあり、その有効活用を検討する。そこで考えられたのがそのスパイ、7レーダーを、そのまま艦艇に搭載し、海上から、ミサイル防衛を担うイージスシステム搭載艦の構想であり、これを2隻新規に建造することを、イージス・ショアの代替策とすることが決定された。この構想は、イージス・アショアの計画中止を受けてやむ、なく打ち出されたものとはいえ、艦艇の場合は、やはり、メンテナンス等で、2隻が常時稼働できない点や、総艦要員など人員的にも、陸上より負担が大きいことは、避けられない。しかし、このイージスシステム搭載艦の構想は、それだけでは終わらず、2022年の夏時点では、ミサイル防衛に加えて、12式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾等も搭載する、大型艦艇という案が浮上した。排水量で、2万トンクラスの巨艦となるとのイージスシステム搭載艦の構想が報じられた際には、あまりに現実離れした仕様に、各方面から、疑義の声が一斉に寄せられたが、この案は、後に撤回され、現行のイージス艦並みになるとされた。もともと艦艇用ではないロッキード・マーチン社製のスパイセ、ブンレーダーをそのまま搭載するためには、必然的に、艦のサイズが肥大化せざるを得ないと言われていた時期もあったが、結局は、その情報は誤りということだったのだろう。今は、既存のイージス艦並みの大きさという方向に落ち着いたイージスシステム搭載艦の構想だが、依然重武装設は継続されており、搭載する VLS、垂直発射艦の数浜屋型等の96セルの倍以上との解釈も存在する。もちろん、マヤ型等のベースである、アメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦においても、そのようなセル数の VLS、垂直発射艦の搭載は、例がないため、どのようなレイアウトで、それが実現可能なのかは、判然としない。さて、こうした、まだまだ、課題が、山積みのイージスシステム搭載艦は置いておくとしても、通常のイージス護衛艦も、今回の防衛力整備計画で、2隻の増加が打ち出されており、10隻体制への拡充が確実となっている。しかし、海上自衛隊のイージス護衛艦の先駆けである、金剛型4隻は、1番艦、金剛が1993年、最終4番艦の、上海も、1998年に就役した艦艇で、すでに、今年2023年で、30年から25年が経過する状態にある。今回の防衛力整備計画が、おおむね10年後までを想定した内容である点を鑑みても、その時点では、金剛型は、35年から40年の慣例に達するため、実質は、これら4隻を新型艦で代替して、今の体制を保持する必要もあるだろう。そう考えると、イージス艦10隻体制を、この10年間で実現するためには、新造の追加で2隻、既存の入れ替え分で、4隻の合計6隻を建造する必要があり、2年に1隻以上のペースで、新造艦を就役させることが求められる可能性がある。まあ、金剛型を、今しばらく延命させてしのぐ、
方法も考えられなくはないが、その場合でも、次の防衛力整備計画での代替は必須となる上、愛宕型も、2007年と2008年に建造されたため、老朽化は、順次進行していく。アメリカでも、1980年代から、収益を開始したアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の代替案は、進められており、それは、DDG-X と、呼称され、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦も包括して、代替を担える艦艇となることが施行されている。当然、日本の海上自衛隊でも、独自に、今後のイージス艦の建造を行うことは困難だと考えられるため、アメリカ海軍は、DDG-X を実用化することを睨みながらという展開が予想されるが、現時点では、その時期は明確ではない。